ボンダ・シェパードはアメリカ合衆国出身のロックシンガー。テレビ番組アリー・マイ・ラブで劇中の人物たちが立ち寄るバーの専属シンガーとしてよく登場していた。ピアノやギター、ベースを弾く。ボンダ・シェパードはニューヨークで生まれたがごく幼い頃に一家でカリフォルニアに移住。小さい頃からピアノを弾いていた。彼女の父親はリッチモンド・シェパードといって パントマイムと即興劇の俳優である。そして彼女には三人の姉妹、ロゼッタ、ルアナ、ビアンナがいる。母親はボンダが10歳の時に家族の元を去っており、父親が一人でこの四人の娘を育て上げた。彼女は何年もバックシンガーとして活動し、その後ようやく自分のレコード契約を手にした。シェパードが最初に、 チャートに姿を現したのは1987年、ダンヒルとのデュエット、Can't w ィートラ・ i イをレコーディングした時である。1989年には、最初のセルフタイトルのアルバムを、ひっそりとだったがリリースした。このアルバムは一曲のヒットシングルをもたらした。Don't Cry I リ e ンという、ミドルテンポのピアノに乗せた、ジャズ R&B 風の歌であり、 周囲の圧力によって分かれてしまった黒人女性と白人男性を曲にしたものである。この曲はその黒人女性の友人である白人女性の視点から歌われている。彼女には相手の白人男性に近づきたいという思いがあるが、友人への配慮から距離を作ってしまう。この曲はビルボードホットアダルトコンテンポラリーのチャートに最高時17位にランクインし、 12週チャートにとどまった。3番目のアルバムの後、シェパードは、アリー・マイ・ラブへの出演契約を結んだ。これは、番組制作者のデビット・イー・ケリーに見出されたためで、ある。この番組において、彼女は2つのフルサウンドトラックアルバムをレコーディングし、またそれとは別に2つの、アリー・マイ・ラブコンピレーションに参加した。シェパードがこのサウンドトラックのためにレコーディングした歌は、 主に古い歌で、それらの歌詞は番組の主人公が出くわした出来事に合わせたものである。番組出演後、シェパードはさらに2つのスタジオアルバムとライブアルバムをリリースしている。ありがとうございます。